ハートゴールドソウルシルバーの思い出。ジムリーダーの電話番号入手イベントがすげえ楽しかった。土日使ってノーセーブで渡るまで行くぞって意気込んで名前をサザンドラにして染めた。はいいけどシジマ倒したあたりで DS の接触不良でデータが消えて膝から崩れ落ちたライバルの名前はアーケオスだった。フレアルキ機能が噛みすぎてもうとにかくいろんなやつ戦闘にした。サファリゾーンの組み立てはもうめちゃくちゃやった。性格とタイプの組み合わせ次第で葉っぱ集めきれないのが少し残念。北米版でようやっと改善されたんだったな。マジでここだけが残念だった。わかる。私のヌオー。アカネが妙に強かった。ネットに触れてリメイク前から強敵扱いされてたことを知った。リメイク前ミルタンク、転がるおー。リメイク後ミルタンク、S100 から踏みつけてひるませるわ。ミルタンクって S100 もあるの。SV で道具の重要性を学んだわい。改めてサファイアや HG をプレイする。橋の下のライバルとかアカネのミルタンクとかが少し積んでちょっと道具使っただけであっけなく倒せたわ。トラウマ克服したでー。どっちも方向性の違う強さしてる。アカネのミルタンク行動一覧。メスミルタンクによるメロメロ誤算手はオス率が高く設定されるのでエースが大抵引っかかる。ミルクの実による高速回復技。ジムリ特有の傷薬持ち物ラムの実で状態異常も回復する。序盤において恵まれた種族地から繰り出される S100 タイプ H 踏みつけによるメロメロひるみ戦法。転がるはあるけど AI の都合上基本的にほとんど使ってこない一発目の技の威力で比較されるので威力が高い踏みつけがメイン。リメイク版はトレーナーが増えてレベルアップしやすいくせになんか妙に難易度が高すぎる。ちなみに突破方法はイワークを用いて、岩石封じや、嫌な音でステータスを下げて突破するのが推奨。筋肉は有用だけど素早さ上回ってないとどうしようもないからな。連れ歩き楽しかったな。最初はそっぽ向いたり警戒してる感じのポケモンがだんだんと笑顔見せたり飛びついてきたりしてよかったよね。クラスメイトに教えてもらわなかったらポケモンの増えわからないままだったわ。金銀では容量の都合で小さくなった時はの森とかが復活していたりジムリーダーと再戦できて電話番号もらえたりポケスロンみたいな別のやり込み要素もありなんといっても連れ歩きシステムが良かった最高のリメイクだった。強いて言えばライバルの最終パーティは全員最終進化にしても良かったんじゃないかなと思う。花出して24番道路、グレンタウンの BGM が、初代準拠になってたのも良かった。フグスではレアコイルをジバコイルにできないから仕方ないね。せめてニョンラは進化させろよ、と思ったね。どこだったか忘れたけど他地方のもの含めた化石くれるおっさんのところよく言ってた。番号入手イベントは普通に学校行ってるキッズはまず回収できなさそうな曜日時間指定のものがちらほらあったが楽しかったな。だから DS 本体の時間を変更する必要があるんですね。と思ったけど DS って時間いじれたっけ？昔すぎて忘れた。なお本体の時間いじるとリアル時間で70日くらいサファリにレアポケが出なくなるペナルティが課される模様。GB プレイヤーとかいう金銀をプレイしたことある連中を泣かす道具。最高だったよ。個人的にはレアコイルをジバコイルに進化させられないのが数少ない欠点。リニアという特大のジバがあるんだからリニアの軌道でレアコイル射出して息につく頃には進化したりしないもんかな。バトルサーチャーさえあればなぁ、とはつい感じてしまった。道場にジムリーダー全員集めていつに浸るのはやった。なんなら今も全員集めたままだわ。全員集まるとなかなか壮観だよね。アメカで水タイプ出すと喜んだりとリアクションが結構作り込まれていた記憶がある。東大のカーネルという ATM。に地方行けるしジムリーダーと電話交換できるし神ゲー。カーネル狩り。連れ歩いてるポケモンが夏気度によってやることが変わるのめっちゃ良かった。まだ懐いてないと靴かじったり荷物引っ張ったりするけど懐くと抱きついてきたりすり寄ってきたりして可愛かった。今やってるしなんなら電動入りもまだだけどめちゃくちゃ楽しいよ。ワクワクする要素が多すぎるし本当に所々まで丁寧に作り込まれてるのを感じる。この後関東も冒険できるなんてもう私どうなっちゃうの？って気持ち。日方、ジムリーダーとの再戦、バトルフロンティア、連れ歩き、ポケウォーカー、ポケスロン、サファリゾーン。とにかく楽しめる要素が詰まってた。高校受験前日に鳳凰捕獲チャレンジしてた。ダクボで無事ゲットした。ゴースにお腹ツンツンされて、できるの？ってびっくりした。同時にときめきも芽生えた。発売日とテストの日程が近かったせいかその時だけ学年平均が下がった。深海シエルのにいちいちポケスロンが面倒でダイパで掘って運びやムックルに持たせて輸送してた。金銀で慣れた譲渡ということもあって本編中タウンマップをほぼ見なかったため、譲渡の中盤くらいで丹波の左に追加マップがあることに気づき、たどり着いて長い階段を抜けると、壮大な BGM とともに表示された。47番道路にぐっと来た。さらにその先の、48番道路、新天地で復活したサファリゾーン。この一帯にワクワクしっぱなしだった。BGM がすごく好みだったんで道中もたまに空飛んで寄るようになり、GB プレイヤー入手後にここで起動させたらまさかの GB アレンジまでも、きっちり収録してあって泣いた。はは、洗濯機の中に入ってたわよ。もう二度と起動できないポケウォーカー。ポケウォーカーなくしたわ。Z に勝てなくて5回くらいやり直したことかな。手持ちのバランスもレベルもめちゃくちゃだったからさもありなん、最終的にお薬でなんとかした記憶が。ベタだけどルギア登場のムービー。髪を呼ぶ儀式みたいで当時めっちゃワクワクした記憶。金銀知らなかったし完全初見で楽しめた。GB プレイヤー初めて起動した時マジで涙出た。出だけど自分も連れ歩きが好きだったな。新しい場所に着いたらとりあえず戦闘を入れ替えて手持ちのみんなの反応を見てたわ。47番道路だと飛行機は優雅に飛んでるのにそれ以外のポケモンは崖を見て怖がったりしてて可愛かった。あとシオンタウンのお墓では祈りを捧げる奴もいればビビる奴もいて面白かったな。あれどういう基準だったんだろ。ランダムだったのかな。常時走り機能と A ボタンの代わりになる下画面は紙機能だった。なんで一作だけで終わらせたんですかね。常にメニューが開かれてる状態で操作しやすかったな。ポケウォーカーなくすのはあるあるだからな。HG も SS もどっちも買ったけどどっちも秒でなくしたわ。やっぱりポケスロンが一番好き。何度もやり込んでる。
ポケウォーカーが付属してる上で箱も残ってる備品は中古でもかなり高かった記憶。レアアイテムが手に入る可能性があるんだっけ？それともコレクター要素？プラチナの旅ポケを引っ越しさせたな。ガチパは作らないプレイスタイル。トッポイ出た木の中でシルエットが目を光らせてたと思ったらムービーでルリアが立ちぶち破って出てくるシーンめっちゃかっこよかった記憶しかない。電池切れでセーブデータが消える心配をしなくてよくなったのが地味に嬉しかったな。金銀だと赤緑の時にロケット弾を壊滅させたのは、とある少年と名前は出なかったけど、ハートゴールドソウルシルバーだとファイアレッドリーフグリーンの時にロケット弾を壊滅させたのはレッドと名前が出てたな。ファイアレッドリーフグリーンの追加イベントで榊の子供は髪が赤いってセリフもあったな。ポケモン金銀の時に亡くなってた洞窟とかが復活してたのが嬉しかったな。サントリとミュウツーも捕まえられるのも良かった。HGSS 本来の楽しみ方ではないけど、岩鉄ボールやサファリボールで捕まえたポケモンを他シリーズに送るのに重宝したな。グリーン撃破後のレベル上げが地味に大変。四天王チャンピオンはいきなり強くなるし、ジムリーダーは電話入手が難しい曜日時間帯してやりとなかなか面倒いしよう。ギザミミク中。ポケウォーカーよく振ってたわ。セレビーイベントもアルセウスイベントも凝ってたな。ポケスロンが散ってたら液晶に無数のひっかき傷ができたわ。保護シート貼っておくんだった。